はい、皆さんこんにちは、リガでございます。4月の22日に、発表されました、スプラトゥーン3の、発売日が決定いたしましたということで、こちら出ました、今年2月の2月じゃねえわ、2022年9月の9日金曜日でございますということで、まさかの夏休み号ということで夏休み号ということでですね、発表されましたけど、まあしょうがないですね、これはね、まあまあまあしょうがないということで、まあ9月の9日までに4ヶ月後かな、待ち遠しくなっております。スプラトゥーン3のね、まあちょっとね最新情報ということでね、こちら任天堂様から公式サイトいよいよオープンしておりますので、ちょっとそちらの方見ていきましょう。こちらがスプラトゥーンが、初めての方に、向けての動画になっておりますけども、スプラトゥーンで何ってことでね、4対4でインクを塗り合う、生かしたバトル、それがスプラトゥーンってことでね、塗った面積イコール勝利の簡単ルールってことでね、バトルの基本は縄張りバトルという4対4のチーム戦です。3分間地面に塗り合、インクを塗り合って最終的に塗り合った面積縄張りをたくさん加工したチームとなりますということでね、まあこちらの動画ね、昨日出ましたね、夜中にね出ましたね、こちらの方で、ね、見ていただいたら縄張りバトルが見れるということで、4対4のチームバトルで見れますということでね、スロッシャーですね、スロッシャー持っておりますね、この子ね。で、主人公は人の姿に変身できる謎のイカ、人の時は武器が使え、イカの時は自分の色のインクの中に潜って自分、地面や壁の中をフィリーに泳いで移動ができるということで、上限は合わせて2つの姿を切り替えることが重要です。まあ、この状態でイカで移動し人で戦うということで、ね、こちらが、スプラトゥーンの基本的な操作になります。かわいいかわいいね。で、選べる武器がね、バトルで重要な武器、様々な種類があって、で、自分好みも選ぶことができます。形によって塗り方も異なりますので、よく見ると身近にあるものとちょっと似ているかもということでですね、さあさあやっていきましょう。はい、こちらがね、最初見ていきましょう。インクを連射する扱いやすい武器、シューターゲージで、まあこちらが多分スプラシューターになると思いますね。こちらシューターです。で、こちらが、軽快な、筆さばきでインクを塗る筆。筆なんやな筆なんやな。まだ筆だけしか出てませんね。ローラーとは書いてませんけどもね。で、こちらがバケツのようにインクをぶちまけるスロッシャーですね。スロッシャーですね。頭すごいね、この子な。これが、スロッシャーでございます。で、こちらがね、新しい、スプラトゥーン3を代表する武器と言っても過言じゃない、複数のインクの矢を同時に発射するストリンガーという武器ですね。ストリンガー、多分こういう形のやつがね、多分いくつかバリエーションの多分ね、なんかいっぱい出てくるんでしょうね。ちょっとチャージャーに似ておりますけどね。さあこの武器を使う人多分いっぱい出てくるんでしょうかね。はい、こちらが、肩のような攻防一体の武器、シェルターですね。まあスプラトゥーン2でもね、かなりかなりね、かなりもかなり大苦戦するこのね、シェルター、前今回も続投でございますので、ぜひどうも使ってみてはどうでしょうかね。多分シェルターとあれやんな、キャンピングシェルターとかも出てくるんでしょうかね。はい、ってことで。で、ファッションも重要になっております。帽子や靴、T シャツなど身につけるギア、服装ですね。のバリエーションも充実しているため、自分なりのコーディネートが楽しめます。インクの回復が速くなったり、移動速度が上がったりと、ギアにはバトルを手助けする能力もついているため、ファッションがバトルに影響することもあります。ってことで。まあ、こちらのね、服装もね、結構いっぱいになっておりますけども。すごいね、なんか、なんかもう、すごいな。この人、セレブみたいな。こちらの方もね、ぜひ見ていてくださいね。で、こちらもですね、まあ、今までのね、任天堂ダイレクトから、発表されました動画たちもね、結構、ありますので、そちらの方もぜひ目を通していただいてどうでしょうかね。さあ、次は、舞台、今回のステージの舞台ですね。
こちらが、混沌の地方バンカラ街ということで、舞台は、イカやタコなどの進化した海洋生物が古くから暮らす土地バンカラ地方、その中心地バンカラ街は最近急速に、まあ、再開発が進み、様々な時代の建造物がひしめき合う独自の文化が形成されているということで、まあ、こちらでですね、どうやら中国の方を、モチーフとしたね、世界になっておりますけども、でなんかね、スプラトゥーン2ではね、混沌と秩序の、なんだっけ、フェスやったかな、ラストフェスで、混沌の方がね、勝利したということで、こちらの形をモチーフにしたという、混沌のね、形をね、モチーフしたらしいです。さあさあさあ、で、見ていきましょう。で、こんな感じにね、写真がございますね。で、僕一番気になってんのは、このね、この中のエッフェルとかなんかね、突き刺さってますけども、なんでエッフェルとか突き刺さってんねん、ちょっと怖いですけども。これがですね、あります。ということで。さあさあさあ、これがバンカラ地方の模様でございます。で、あれですね、これが、イカちゃんたちのね、新しい、まあ、スタイルというかね、形になっております。まあ、未だにね、この子がね、ボーイなのかガールなのかちょっとわかりませんけども、多分ガールなんかな。まあ、いやー、どうだよ。ちょっとわからんけどな。まあ、どっちだよな。ちょっとわかりません。どっちかわかりません。ちょっとわかりません。はい、ということで、ナーバリバトルの、3次元の新アクションでございます。で、インクを塗り合い、塗った面積を競い合うナーバリバトル、バンカリ地方の、独特な地形と、イカスポーン、イカロール、イカ登りという新たなアクションによって立体的なバトルが繰り広げられるということで、まだ今のところね、まだ縄張りバトルしか、発表されておりませんけど、まあ、後々ね、多分ガチマとかね、多分もしかしたら新しいガチマのルールとか出てくるであろうってことでございますけども、見ていきましょう。こちらがね、新アクションイカロールですね。イカロール、地面や壁から回転しながら、飛び出すアクション、相手からの攻撃も少しだけ防ぐということで、なんかあれですね、なんか水泳で例えたらちょっとクイックターン的な感じのやつですね、おそらくね。これでちょっと、敵の攻撃をかわしながらっていうことで、まあ、新しいアクションが出てくるんですね。次が、新アクション、イカ登りですね。イカ登り、インクで塗られた壁を勢いよく登って飛び上がる、あて、頭上からの奇襲に有効ということで、まあ、なんでかな、今で言うたら、壁から登って、そこからスーパー着地みたいな感じじゃないですね。ってことで、ダイナモすごい棒立ちしてるね。ダイナモくんがすごい棒立ちしてるね。ってことで、次が新アクションの、新しいやつ、イカスポーンですね。で、どうやらこれがね、新しい、リスクになります。スポーナーを利用して空中から勢いよくスタート、地上を見下ろして投下地点を選ぶことができますということで、昨日のね動画にも出てましたけども、なんかね、選ぶことができます投下地点をね。なので、こっから空中からスタートできるということで、自分で選べることができますね。すごいねこれね。さあ、ここからね、結構作戦を練られるんじゃないでしょうかね。はい、では出ました、ステージですね。バトルの舞台となるステージ、ステージの地形や構造を知り、どのような立ち回りをするのかが、勝利の鍵となっております。まあ、まあ、大丈夫な。OK。なので、今回は、こちらの、まだ3ステージしかまだ発表されておりませんけども、見てみましょう。こちらが、ゴンズイ地区、バンガラ街の中心部の位置する府からの移住区で、若者たちの溜まり場ですね、上空を歩道橋が横断する立体的なステージとなっております。こんな感じになっておりますね。あれですな、結構、標識とか見えますね。標識ね。で、こちらが湯の花大渓谷ですね。こちらが、煙突のような、ように、隆起した、奇岩はどっちかわからん。奇岩かな。奇岩が特徴的なバンカラ地方を代表する観光スポット。雄大な景観は国立公園にも指定されているということでございます。まあ、これがね、結構ね、あれやんな、見た感じ、結構、広いんかな、ちょっと広そうやけどな。ちょっと、ここら辺はね、結構難しそうなステージしそうではありますけどね。
で、こちら個人的にもね、結構気になってる、金目鯛美術館ですね。こちらはですね、スプラ1からの、登場したステージなんですけど、まだ僕ね、スプラ1やったことないんでね、ほとんどね。だから、なので、ここはちょっとね、気になるところではありますね。前作までの舞台、ハイカラ地方にあり、現代美術を中心に数多くの展示品を集めた大規模な美術館です。交通網の発達により地方を越えてバトルが可能になったということで、交通網の発達ではしてないんでね。なので、ここはね、ちょっとね、僕、個人的にはね、すごく楽しみにしているところなんです。早くやりたいなということで、近未来美術館も、復活しましたということで、多分もしかしたらスプラ1のステージもね、多分出てくると思いますね、ここからね。はい、ということで、こちらが、お次、武器ですね。武器の、障害でございます。見た目や塗り方も様々な武器が、バンカル地方では、武器を確認されているということで、トライストリンガーっていうんですかね。これが、この武器が、トライストリンガー。武器になっております。弓のような形状の武器、3発のインクを同時に発射する技術も使われている。引き絞り具合で微調節も可能ってことですよね。カニタンク、カニタンク、こちらから、ここはアリアナスペシャルウェポンでございます。カニタンク、カニ型の多脚戦車、連射て、連射ろ、連、連射力抜群のショットと攻撃範囲の広い可能法を駆使して使えということで、こちらがね、戦車のような形のやつですね。カニちゃんね、カニちゃんね。で、グレートバリア、敵式の広範囲バリア、ハイカラ地方で使われていたスペシャルウェポンを改造したものです。出力が大幅に向上しているということで、ね、スプラ1でも出る、バリア出てましたけどもね、これの、まあ、改良版みたいな感じなんですけども、昨日の動画にもね、出てたけどね、多分、おそらくローラーが使ってたのかな、ローラーが使っておりましたけどもね、これ多分結構強いんじゃないかな、ね。なので、ローラーの方はね、多分、これを使ってみてはどうでしょうか。はい、お次はこちら、スペシャルウェポン、食ワンダーですね。もう僕はモンキー D ルフィーと僕思ってるんだけど、モンキー D ルフィーね。長く、伸びて壁に張り付く食ワンで、ステージを縦横無尽に飛び回る影の戦士、食ワンダーということで、素顔がバレないようにインクが切れると自動的に変身した場所に戻るらしいということで。なんか、ね、昨日の動画見ましたけどね、なんかジェットパックみたいなもんですね。なんかね、ジェットパックみたいなもんでしたけども、こっからね、だから、いろいろ、飛び回ってね、そこから背後を狙けてね、攻撃するというと、これも結構使い勝手によっては強いんじゃないでしょうかね。で、ウルトラショット、これはね、あれやね、スプラ1で出てたスーパーショットの改造版みたいな感じですけども、ハイカラ地方で使われていたスペシャルウェポンの改造品、螺旋を描く3つの弾を、同時射出、射出する強力なショットがカートリッジ3回分セットされているということで、3回できますね、どうするのね、3回できますということでね。これも結構ね、スプラ1からやってる人にとってはね、結構熱い武器じゃないでしょうか。で、こちらメガホンレーザーですね。メガホンレーザー 5.1 チャンネルチャンネルなんかな、同じくハイカラ地方で使われているスペシャルウェポンの改造品、浮遊する6機の小型メガホンがそれぞれ自立し、相手を追尾するレーザーで攻撃するということで、こちらが、6個のやつですね。だから、ハイプレッサー、ハイプレとメガホンレーザーが、合体した感じのやつですね。だからね、うわー、これ多分結構あれやな、これは、怖いな、この武器な。なので、使いようによっては、かなり強いんじゃないでしょうか。多分、スペシャルウェポンもね、まだ、後々結構増えていくと思いますね。アップデートによるとね、多分、また増えていきます。まあ、このね、メイン武器も多分、新しい武器もね、また、これよりもまた違うやつも出てくるであろうと思います。さあ、同じ武器もね、登場しております。さあ、こんな感じでね。ガロンも続投、スロッシャーもダイナモ、ホットブラスもあります。で、こちらが、ここからやっていきますね。サーモーランの続投が決定しております。サーモーラン、あなたも、高収入バイトに参加しませんか？高収入バイトやでないっちゅうな。高収入バイトない、今初めて知ったわ、そこら辺。ってことで、サーモーラン、ネクストウェブ、サーモーランの続投が決定しております。
狙い一攫千金みんなで協力サーモンランネクストウェーブということで、バンカラ街の、中にある熊さん紹介が募集するバイト、サーモンランネクストウェーブ、最大4人の仲間と協力し迫り来る鮭を、倒して得たイクラを納品する。このバイトはどうやらバンカラ街の若者にとっては人気らしいということでですね、熊さんまた出てきております。で、熊さんが出てきております。こちらもね、一応ねまた発表されておりますね。で、ダイナミック出勤やってかわいそうにかわいそうに。なので、バイトの現場はね、鮭の縄張り、作業着に着替えた若者たちは専用のヘリで現地へダイナミックに出勤やね。で、そのままスムーズに作業スタートってことで、こちらのヘリに乗って、このステージに飛び立つみたいな感じで、かわいそうやな、イカちゃんたちな。イカちゃんたちかわいそうやな、ほんまにな。かわいそうしか言うてんってことで、さあ、新たなバイト隊にやだ押し寄せる。で、これがね、新しい要素ですね。背中に背負った浮き輪タンクの新機能、イクラ投げですね。一定量のインクを消費することで、金イクラを遠くに飛ばすことが可能です。これ結構ね、個人的には、ね、結構使い勝手いいんじゃないかと思うんです。だからインク、だから消費するんですね、おそらくね。インクを消費して、そこからポンって投げれるっていうことで。これ結構いいんじゃないでしょうかね。で、柱。大物鮭の新しい敵ですね。バンカラ地方で新たに発見された大物鮭、柱。巨大な柱を突き刺して高いところインクをばらまいているということですね。小鮭みたいな感じですね。この小鮭ね。すごい顔してんな、この子。この子すごい顔してんな。ということで。で、次、ダイバーですね。地面に発生させた輪っかに向かってダイブ攻撃をしてくる。同じく新たな大物鮭ダイバーということで、なんかね、もうなんか見た感じで、僕あれやね、なんかパッと見た感じで、ビバノンのミサイルのやつに似てるなって僕個人的に思っております。ね、これをモチーフしたんかな。こちら新しい敵ダイバーでございます。で、荒巻砦かな。で、バカル地方の鮭たちの前線基地、螺旋状に渦巻いた高台をめがけて、あらゆる方向から鮭たちが迫り来るということで、こちらが新しいステージです。多分これよりもっとステージあるんではないでしょうかね。もっとね、新しいステージが追加されると思います。こちらが、ステージになっております。で、これがね、気になるところですけどもね、超大型個体。また個体っていう言われてるね。大型個体ということで。オカシラ鮭。名前は発表されております。オカシラ鮭。僕、ゴジラって呼んでますけどね、ゴジラね。オカシラ鮭と呼ばれる超大型個体がもう決されているが、これ以上の情報はまだつかめていないということでね。さあ、こちらの、まあ、通称ゴジラ鮭で言うんかな、多分な。この、戦いがどんな感じになっていくのかちょっと楽しみでございます。これまでのバイト経験を活かせるんやって。これまでのバイト経験か。まあ。で、ホームページちょっと最後ら辺になっておりますけども、スプラトゥーン3の、ヒーローモードですね。ヒーローモードも発表されております。一人で遊びヒーローモード。なんかね、この辺、昨日の動画見たけど、なんか、こじゃちくんすっげえトゲトゲしてたよ、ね。もうあんなにもうホームフェイで、なんであんなにトゲトゲになってたよ、ね。まあ、ジャッチくんもこじゃちくんも続々しておりますね。こやけとともに、ジャンクを探しながら、2000を稼いで暮らす日々を送っていた君、主人公は、なんかジャンクを探すって、ジャンクって何でしょうね、ジャンク品ね。なんかジャンク品のことを言ってんのか、何のことかわかりませんけどもね。で、ひょんなとこから、ニューカラストンビ部隊と出会い、隊員さんご、産後として、悪いタコ軍団に立ち向かうことになるということで。で、このワードが気になりますね。このね、哺乳類の器官ということでね、哺乳類の器官。ね、なんかね、モフモフしてるやつがね、なんか見ておりますけどもね、こちらの、哺乳類の、このワードが、非常に重要になってくるのでないでしょうが。じゃあ見てみましょう。こちらもね、あれやんな。また発表されておりますけども。ヒーローモードの新たな舞台、オルタナということでですね。どこにあるのか、何の目的作られたのかはちょっとわかりませんけども、異様な雰囲気が漂うということで。こちらはね、なんか、宇宙、言うてない。宇宙ステーションのモチーフにしてるよね。だから、おそらくね、次の舞台はなんか宇宙なのか、次のなんか違う惑星に飛ぶのか、ちょっとわかりませんけども。さあ、これがね、結構楽しみにしております。で、新たな敵タコトルーパーがモフモフしておりますね。経営にもうこんなタコ嫌やわ。こんなタコは嫌やな。で、イカの世界の侵略をもくろむ悪いタコ軍団の兵士タコトルーパー、なぜか全身にびっしりと毛が生えているということですね。
で、次の仕様、また新たな仕様になっておりますね。あれ、ヒーローモードでね、ケバインクということで、謎の物質ケバインク。イカがケバインクに触れてしまうと、たちまち全身に毛が生えて、自我を失ってしまうようですね。これに触れると、タコちゃんたち、まあ、イカタコじゃねえ、イカちゃんたち、自我失うねんな。かわいそうに。なので、このケバインクを、消す係がこの子になります。小ジャケちゃんですね、小ジャケちゃん。まさかね、小ジャケがまさかね、仲間になると思ってませんでしたね。なので、イカがお供にとして連れてくる、小ジャケはね、敵に噛みついて攻撃したり、道中にある仕掛けを作動させてくれる、頼れる相棒ってことで、なんか噛みついてくれんねんな。この子も、この子もあれやな、敵倒してくれんねん、だからな。なので、この子は非常にね、この物語の、かなり重要なキャラクターになってくると思います。で、最後ですね、こちら、ニューカラストンビ部隊ということで、シオカラスも続投決定をしております。で、この謎の司令塔ですね、人知れず悪いタコ軍団に立ち向かうニューカラストンビ部隊、正体不明なんですけども、侵入隊員3号の道中をサポートしてくるようだってことですね。さあ、この、シオカラスもいるってことは、テンタクルスの情報はまだ出ておりませんけども、テンタクルスも出てくるんでしょうかね。で、この謎の、誰ですかね。これは誰ですかね。これは誰ですかね。わかりませんけど、さあ、この3人も、続投決定しております。当たり見じいちゃんもいますよ。ってことで、こちらが以上かな。終わりかな。で、スプラトゥーン3、発売日2022年の9月の9日でございます。希望小売価格、パッケージ版が6578円、税込みですね。で、ダウンロード版が、6500円です。税込みで6500円でございます。スプラトゥーン3もいよいよ発表されております。うわぁ、もうね、もう楽しみでしゃあないわ。これをやるために僕はゲーム実況をやったと言っても過言ではない。もういよいよね、もうこれが待ち遠しくなっております。さあ、9月の9日、夏休みは過ぎておりますけど、ちょっとまあそこはもうしゃあないとして、まあそれまでにスプラトゥーン2でも、スプラトゥーン2でも、盛り上げていきたいと思っております。また、スプラトゥーン2の動画でも、配信の方でもお会いしましょう。また会おうぜ。ありがとうございました。